あ、どうも、ムヒケンです。今日は何曜日？視聴者様の書き込みで教えてもらったんですが、ダッシュレーザーさん、あ、いつもお世話になってます、ありがとうございます。いつもいろいろ教えていただいて教えてくれたんですが、あるみたいだな。これがドア、運転席が、あ、運転席っていうか、あのドアのね、ウェザー$325、どたけえな。ここがルーフレールとか書いてあるんだけど、これ、あ、これルーフか、天井のやつか、上にあるやつか。一番欲しいところがクォーターウィンドウ、これかな、これじゃねえな、クォーターウィンドウだ、これも違うんだけど、でもある程度出るとこは出るんだよね。それじゃあある程度出る、でも今一番欲しいとこが出ないんだよね。でそれ以外にもちょっといろいろ教えていただいた方がいて、海外のオークションに出てますよとか書いてあったんだけど、今全部見たんだけど、多分 eBay とか世界物とかのことなんだけど、そっちにはやっぱり一切出てなくて、他にもオークションってあると思うんだけど、どこだかちょっと分かんなくて、教えていただいた中でこれが一番パーツが出るんだけど、どうもあのドアのね、外せねえ外せねえって言ってる時、そう、これも違うんだよな、それだけ出ねえな、それだけ出ないよ。違う年式でもつくにはつくだか。そんな感じまでちょっと今分かったんだけど、ちょっとね、午前中の時間を全部費やしてしまいましたね。まあ午前中って言っても作業開始はいつも10時半とか11時なんですけど、あ、視聴者の皆様ありがとうございます、いろいろ教えてもらって。やっぱちょっと昨日 LINE で聞いたんですが、まあ、その方もちょっと YouTube の書き込みにも書いてあったと思うんですけど、海外のオークションで出るそうですね、よかったですねなんて書いてくれたんだけど、ここの部分ね、ないんだよね。まあ僕はちょっと探せないのかもしれないんですけど、一応まあ eBay 世界も見てなくて、他にも見たんだけどなくて、ここは出てなくて、でまあああいうさっきみたいなクラシックパーツを扱うところにもここは出てないんだよな。こことかは出るんですよね、ここは、こことかね、こういうのも出るみたい。他にもいっぱい出るとこは出るんだけど、ここはなかったかな。ここはやっぱり、うん、でやっぱこれがないね。でこれは出るんだよなまあね、出るも出ないも、もう外すしかないので、ここでやっぱり、その教えてくれた方がいて、このゴムははめ込み式なんですよね、パチって。ただ、こいつは、はめ込まれてはいるんだけど、要所要所でね、接着剤が中に入っちゃってるんですよ。ちょっとこじってこうやって見てたんですけど。だもんで、無傷で取り出せないってことね。しかもこいつがちょっと程度が悪いので、うん、でこのゴム取るとやっぱりこのレールにこうネジがはまってて、それを取るとこれがポロって取れるらしいんですよね。そうしたらこの裏がわかるから取れるには取れると思うんだけど、まあネジ見えてもね、一箇所ね、とりあえずこれを外すためにそこまでしなきゃならないというね。で、もうこいつ破損しちゃったから、まあもう触るとボロボロ崩れてくるけどね、こう。もう破損してるので、とりあえず今出るか出ないかはわかんないけど、もう外さなければならないので、もう、で、これ、まあ教えてくれた方がね、これやっぱ全部繋がってるらしいんですわ。なんで、本当に全部外そうとしたら、ここから取らなければならないらしいんですね。とりあえずこいつを取りたいんで、とりあえず外せるだけ外してってみようか。もうダメなんでね、これはね。まあもともともうこんななってるからな。まあそんな感じでちょっと今日もねやってきますよ。やっぱ繋がってますね。
一本もんできてんだ。ここの金具はこのウィンドウを固定するためのやつだ。これ外すにはこれ内装取らなきゃならないんだけど、まあそれはやるんですけどね。ガラスはね外れるんだけど、昨日言ったねこっちのモールとかだよな。まあさっきも言ったようにね、もう見てください、接着剤でくっついてるところはもうこじっても取れないので、なぜはめ込むだけじゃなくて接着までしてるんだろう。これがなかった、この接着がなかったらね、もうちょっと無傷っぽく取り出せたと思うんだけど、接着剤がついてないところもあるんだけど、もうこの辺ビットビットにされてんで、破壊して取りますよ。しょうがない、もうね、こうなっちゃったら。ほら、全部接着剤ついてるでしょ、こう。なんとか今、この辺は無傷だったけどね、まあ、排気だからいいんだけどさ。ある程度取ってみます。今ね、ここのね、ネジをね、4本取ったんですよ。これだけ、レールだけこっちへこさしたいもんで。でね、ここは取れてるじゃないですか。でもこの辺取れないのね。どうもね、これも接着されてるっぽいんだ。接着されてるっぽい。レール自体が、こう、接着されてる。なんかここにはみ出てんのわかるんだ。こう、この辺からビト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 って。こう。参ったな、なんだよこれ。はい、今ちょっとね、ある程度こじって、接着じゃなくてね、両面テープがくっついてる。こう。なぜか知らんが。純正はそうやってつけるだか。ちょっとわかんないけど。んで、あそこに、やっぱね、レールを取るとネジが1本ありますね。ちょっと外してみます。さっきのネジにアクセスできないので、もうちょっとドアが開かないと、あと数十センチ後ろに下げることができるので、ちょっと下げますね。どう？ちょっと待って、今度は掃除機やってみましょう。外れない。角度どうこうじゃないな。固着して外れない。ちくしょう。ちょっとね、ショックを与えて、また、錆を落として、やります。外れたよこれ、車後ろにやってもさ、ドアでかいもんで、当たっちゃうんすよ。なので、もう常磐ごとちょっとこっちの3100ちゃんのボンネット向こうへ逃がして、本当に開くようにして。で、ネジ叩いて、固着を取って、これで抜きましたね。参ったよ！これ一本取るのに。ちょっとへしゃげちゃったんで、直しておきますね。じゃあ、これを外すために内装をばらすんだけど、その前にシートを取るんですけど、どこに置くよ。この辺の下に、こういうのが出てて、そこにガッてはまってるから、引っ張れ抜けるはずなんだよね。ちょっと、ここを押して、ここをね、力入んね。ここだな。はい、取れました。シートは、まあ、リアシートは大概そこまで重くないんですけど、70年代は、あれだね、やっぱり、軽いね。よし。どれどれ。待って腰が、はい、ネジは全部外れました。ただごめんなさい、ここないんだね。本当は繋がってたんだろうな。割れちゃって破損してないみたいだね。こういうのってパーツ、これも曲がんないね。これはもうしょうがない。ちょっと待って、でどうやって外すだ。また接着剤か、おい。これすごい嫌な予感がするぞ。ああ、接着されてる。見て、ビットビット、接着されてるんじゃなくて、ウィンドウの接着剤がはみ出て、それがね、くっついちゃってる。フロントと一緒。ああ、取れたな。よし。いや、
これやばいな。ビットビットに接着されてんだけど、ここの上の部分はね、取れたでしょう。鉄だから。こっちね、プラスチックだ、こう。チッとこじると割れるぞ、これ。いや、どうする？これ多分リアウィンドウ剥がすときにも割れるだろうね。どっちであれやり方しても。そうか、それで反対側割れてんだ。どうするよ。これは鉄か？これは鉄か、おい。これは鉄っぽいな。だけど一番奥のやつも接着されてる。いやー、まいったなー。これ割れる、絶対割れる。割れたらこんなとこ出ないよね。ちょっと待って、一回カッター入れた方がいいな、こう。いやいやいや、ちょっとこれひどいな。どうすんだっつうの。おっかねえ。おっかねえよ。割れた。割れたよ。あんな、どうせっちゅうの。ちょっと待ってよ。割れた。ほら、割れた。しょうがないな。FRP 作業もプラスになってしまった。はい、割れました。こっちも割れました。もうバッキバキだけどね、こっちなんか。こう。まあこっち側はこの角もなかったから、まあ FRP 作業やりますけどね。それか鉄で作っちゃった方が早いかな。まあ一応しょうがない。これ絶対取れないね。これは無理だ。こっちね、ビタビタにくっついてる。これを取るにはどうすりゃいいんだ。これを取るのか？これも割れてんじゃん。こう、バッキバキに。多分これは取れる。これ、クロムは死んでるけど。割れそうだな、これもっと。これ取るとネジがあるとかって落ちっぽいけど。横にはないもんな。で、ここは刺さってるだけだよな、多分。どっかにネジがあるんだよね、きっと。ああ、これか。よし。これだね。やっぱそうだね。ここは取れた。でもこっちどっかでまた止まってるんだよな。いや、こっちはこっちで取れんのか？下は下で。なんかそれっぽいな。いて！あ、いていていて！ちょっとやってみますね。これ。これはこれで取れて、きっとこことここで取れるんだよね。これどっかにパチってはまってる。これ取るんじゃないかな、やっぱり。ちょっと待って、こっち壊れてるから嫌だ。こっちで行こう。はい、外しました。これスライドして入れるんだね、こう。こういう風に。ただこっちが折れてるぞ。多分2つあったと思うんだけど。ちょっと待って、なんだこっち取れねえじゃん。ちょっと待って。
スライドしてこう。なんだよ、接着剤じゃないだろうな。接着されてるよ、こっちは。しかも、ほら、両面テープこう映ってる。いいや、もうどうでも。こう、全部テープついてる。誰だ、こんなことしたの。よし、取れた。あ、こっちは折れちゃってんだ、両方とも。あのクリップみてえのが。ほら、まるまる両面テープでくっついてるよ。あ、こっちのベースの方もバキバキに折れちゃってるんだね。もう。まいった。ここに2つボルトがあるんで、それを外せばこれが取れるんだけど。取れたね。うわー、剥がれ落ちてる。で、これを取れば、こいつが取れんのか。よし。しゃー。こういうことか。くねやろ。ちょっと待て。なんだこの配線。これチョップするにもあれだな。もしチョップするんだったら楽しいな。こっからこうやって切れるもんな。で、ドンって落としてね。え、まあ、まあチョップしないですけどね、このお車ちゃん。牛取れた。誰かチョップトップしたい人お待ちしております。格安でやりますよ。あ、そうか、ここにもう一本止まってんだっけ。チョップトップやりたいなぁ。屋根切りたいなぁ。誰か切らしてくんないかなぁ。なんだ、まだ止まってんのか、どっか。おい、クニエラ、騙されねえぞ、もう。いや、これで外れるはずだけどな。接着されてる。こう。嘘でしょ。ちょっと待ってよ。はい、今くーちゃんのお散歩から帰ってきました。さて、やりましょう。やりましょうって、だってもうここまで接着されてるってすごいよね、ここ。何これ、オリジナルはそういう風になってんの。そんなわけねえよな。あ、多分これね、接着されてなかったらこれスルって抜けるんだよね。スルって。現にもうこうだもんね。参ったな、おい、この野郎。ちょっとね、ちょっと見てみよう。取れてるもんな、全部取れるところは。はい、ここね。ビットビットにコーキングが入ってるね、やっぱり。接着ですよ。ただそうするとね、ウェザースリップね、出ないところだな、ここは。ちょっとね、ここやってみますよ、気をつけながら。はぁ、参った、参ったよ、本当に。今とりあえずぐーり入れてみた。これこれね、ゆんでゆっくりちょっと気をつけながら取んないと。こっちここまでビトビトになってるんで。誰だよ、これやったの、本当に。ちょっと気をつけながら引っ張ってみますね。これが繋がってんのかな、ここ繋がってないな。よし。ちょっとやってみよう。こっちは外れてんのよ。で、要はね、怖いんだよ。ちょっと待って、カメラ止めさせて。はい、取れました。見て、コーキングびっちり。この辺は止められてないんだけど、こっからぐるぐる止められてる。でも取れたね、なんとか。これで、いて、いて。これで、ここのウェザーのこのレールごと取れるから。ウェザーってこれ繋がってんのか？繋がってるな、やっぱり。
まるまるつながってんだね。出ないよこれは。こっちも接着されて、せめてね、接着されてなかったらはめ込まれてるだけだからプリンって抜けるんだよね絶対。だけどまあしょうがないよな。よし、これでこちらが、これはどうやって外すんだ、こっちのガラスは。これもなんかな、接着剤くっつ、ブチルかなこれ、なんだろう、ブチルだ。いやー、ちょっとガラスどっか保管しましょう、この内装もね。これでこちら側のこのモール、このモール取んない方いいかな、すごく嫌な予感がする。でも取らないと、取らないとあれかな、これは何で止まってん、これも挟み込ましてあるだけだと思うんだけど、すごく嫌な予感がするんだ。パーツが出ないっちゅうのがな、これも出ないんだろうな。もうすでに崩れてるもんね、こう。こっちもだからまあ外せるには外せるんだけども、もう崩れ落ちちゃってるからね。そんでさっきも何回も言ってるけども接着もされちゃってるもんでな、はあ、参りますよね、いろいろこんなになっちゃってると、はあ、ここまでやらないと、だからこれが取れないってことですよね、あのたった一発のネジで。笑えるけどさ、ちょっとこれもうまく取って、ここもコーキング入ってんだよな。でもガラスがブチルでくっついちゃってるし、ちょっと明日やるか、もうこんなすさんだ心でできない。いやー、なんか久しぶりに心が折れそうなぐらい、あの手間取ってるね。うん、で、あとここどうやって外す、ビタビタにくっつかれ、くっついちゃってるからさ、だからこれはプラスチックじゃないもんでね、鉄なんだけどさ、道具も入んないんだよね、ガラスの角度と。これでまいったな、どうやって外すかや。だいたいネジとかないけど、どうやってくっついてんだろう、乗っかってるだけかな、はあ、参ったよ、いろいろ。